だったら次は伊勢の地元で障害者の人たちが喜んで働ける場所を作れんかなと思って、それで今黒船ファームって言って、また明日解散の後にでも、もしお暇な人おれば寄ってもらったら嬉しいんですけど、うちで今ヒロ君何おるっけや、25ぐらい、ちょっとヒロ君前でしょ、ちょっと出てくれ、この子ホールの今責任者なんです。高知生まれの、何やってるの名前になる、ひろのりや僕高知県でこの子に出会って、この子だってもう25ぐらいな、年は25ぐらい、もううちの店来て2年半、もうホールでこの人一番責任者みたいなもんです。でも見るからにこの人側腕症って分かりますでしょ、胸もちょっと横見立って、背中もこうやって骨が飛び出て、胸も飛び出て、で高知にいる時はあるね、福祉の作業所みたいなところでもうほんま一月やってても1万円になるかならんかみたいな。で僕この人に会った時に、俺が店ね伊勢で作ったら高知から来てくれって僕頼んでたんです、ずっと。でしばらくね、ちょっと無理かもしれんとか、いろいろなんかこう呼吸系もちょっと弱いとこあるし、だけどオープン前にまあ喜んでって来てくれて、もう早2年半伊勢の住人ですよ今はね。けど今は僕は A 型就労支援ということで国に申請出して、それ用のお金は毎月国からも助成が出るんですよ。でも出るやつは全員に必ず渡します。で渡した上でさらに本当の繁盛店が作れたらプラスアルファの給料この人たちにもっと出せるようになったら、健常者に負けんぐらいの所得を自分で稼げるようになったら、この子のお母さんもすっごい高知で喜んでくれてるんですけど、今こんな人、ね、中にはもう一人ついてくる人って来なかったですけど、女の子のドレミちゃんっていう子も24ぐらいか、もうちょいか25ぐらいかな、でも知的レベルは5歳で、うせやそんなことないの、何じゃ24、5やで。ちょっとあの1分間だけ自己紹介を。ようしゃべるんですよ。人前だとビビってまうんですよ。こんにちは。先ほど紹介いただきました。そう、僕それこそ2年半ほど前の。12月3日のプレオープンの日からちょっと来させていただいてまして、あの最初はそれこそあのそうです、あの表っていうかホールで活動する障害者は僕一人だけだったので本当に大変だったんですけど、そんなこんないろいろありまして最初ね、それこそ本当にあのエアコンも効かないあの部屋から始めさせていただきまして今あの近くにアパート借りて一人暮らしさせていただいてますけども、結構やっぱり表の仕事なので結構お席の案内とかあのしてますので、結構こう動き回るとどうしてもお腹が空きますので、はい、営業終わった時間にもたらふ食べさせていただいてますけど、はい、結構あのお野菜中心 あのお店でという形でやらさせていただいてますので、結構あの私最近野菜食べてないわとかそういう人いましたらぜひ、はい、あの明日もちょっと健康悪いかもしれませんけども、おサプロいただきましたらあの、ね、宣伝になりますのでよろしくお願いします。いや、なんか本当にあの僕はそのなんかね、伊勢のもっとこう山奥の上流で生まれ育ちでしたけど、高校からですけど伊勢でお世話になるのはだけど、本当に自分が若い時からあの、まあ、何のために仕事すんのって考えたらですね、あその何のためにやるんかって、でこれがど真ん中になかったら大学行くにしても何でもそうですよね、何のために行くんかがはっきりしてたら、これは毎日が当然充実してくるのに、
これが見つかってないとなんとなく流されてしまって時間が無駄になってしまうこと多々あるかな。僕はこういうこのお店を、まあ僕は自分がそのね建物を作り、その僕はどっちかやったらなんていうかなオーナーみたいな感じで経営してるのは僕のところでもう10年頑張ってた男に、お前経営者になって社長になってやってみひんか言うて、でその男は優しい男なんで、あんちゃん来てんの、あんちゃん、あ廊下におんの、ああこの人が、これが経営者なんでやったんですよまあまあ、出てくるとほどのことないやけど、僕ね、なんでこのあんちゃんにね、あの白羽の矢を立てて、お前経営してみろ、めっちゃ営条件やで、言うて、お金は僕が出すんやから、言うて、で建物もね、お店もみんな作って、君、ね、はい、経営者って言ってやって、ほんであの、みんなとの心のケア、いろんなことして頑張る、でもそれをね、なんであの男に白羽の矢を立てたかって言うと、僕ら実は泊まり込みで、ある時ちょっとゴルフ合宿行ったことあるんですよ。その時に一人ね調子に乗った男がね飲みすぎて、でゲーゲー吐くわ、下からピーピーちびるわでね、同じこうバンガローみたいなとこ泊まっててんけども、臭いしゲーゲー吐くし、お前何やもう外のベランダ掘り出しゃけって言うな、そんなやつのことをね、このあんちゃんがねもう気にかけて気にかけてね、ほいでこう背中さするんですよ、あんちゃんほっとけ言うてんのにね、背中ってかわいそうですやんとかって言ってね、ほいでしたらね、あーってうーとか言いながらなかなか出んやん。ほいでね、はい、庄司さん、庄司さんという人やってね、庄司さん、あんちゃん、はい、1、2の3言うてね、で、あんちゃん、1、2の3、はい言うてたら、芝居にこの両手の庄司さんが、あんちゃんごめん、1、2の3を3、2、1に変えてくれよ3、2、1に変えたら出るんかいみたいな、いや3、2、1、はい言うたらゲーって出るんだよ、お出たわなみたいな。でもその後ちょいちょいうんこもちびったりして、だけどみんな寝静まった後もね、あんちゃん一人でね懐中電灯持ってね、布団めくってね、もう汚いもう 50手前のおっさんの尻うんこちびってないか見に行っとんですよ、ウェットティッシュ持って。僕その見に行く彼の優しさ見た時に、障害持ってるみんなのケアできるのはこの男しかおらんわって、才能があるとかないとかでにじみ出るその優しさがね、もう何よりやって。だけど今ねずっと2年半、まあ、一生懸命今頑張ってるんです。でそんな中同じようにいろんな地域、皆さんの中にも経営者の方も入れたり、障害者の人たちの何かみたいなことにちょっと何か自分の会社も着手しようかなみたいな、そんな方もしお入れたらですね、あんちゃんが何ちゅうやったっけ、あれオンラインサービスって言うて、なんかこうそういうことに興味ある人たちというか、そういうことをやっていきたい者同士でいろいろ情報交換したりとか、でそんな中でこんな事業の作り方でこんな風に利用者さん、障害者のみんなが喜ぶ場所を作ることもできるよみたいな、でうちらみたいな飲食店としてやるならば農家さんなんかともつながってとかすると、その地域の、ね、地産地消にもなるでしょうし、でそんなんがまたね、お客さんに喜んでもらう食材として出せたりとか、でそうやって障害者のみんながほんま分け隔てなくチャンス、まあ、なんかヒロ君のさっきのキャラから本当僕もとおもろいキャラのやつもっと集まってきたらなんか変な劇団みたいなものを作ってみたいなとか、なんか脳性麻痺ブラザーズとか作ってみたいな、一人が喋ってるけど何言ってるか分からへんけど脳性麻痺やからしゃあないやろみたいな、なんかそんなことをギャグにできるぐらいなんかね、なんか面白い事業の展開なんかが全国で出会いやつながりの中でできたらなみたいなことを今、安野浦っていう名前、社長ね、安野浦っていう名前なんですけど、なんかあんちゃんあんちゃんって呼んでるんですけど、まあ、あのもしね、ご興味あったりする方いたら、あのなんかそんな資料があるわけでもないような、名刺だけ、うん、まあ、よかったらちょっと声かけたってください。